スーツ姿でラップを熱唱するのは秋田県湯沢市の副市長。のマニラは歓喜に包まれました。 This is a day that will be written in the history books. 日経は違う。日経電子版アプリをダウンロード、ウェブで無料会員登録。海のハンティングを目撃しよう。本物のホホジラザメが目の前に。そして様々な生き物たちのハンティングの世界に迫ります。海のハンター展、好評開催中。この中に裏切る者がいる。破天荒な生き方を誓った俺たちの中にバンドラップに手を出してるぞ。バンドラップ？俺は手堅い生き方なんて考えたこともない。俺は貯金もない。俺もだ。俺も酔い越しの金は持たない。待てよ、酔い越しの金は持ってはいないが、預けてるとしたら。おい、だとしたら随分賢いな。ファンドラップは大和証券。ダイハツ。わっせ、ウェゲナンテイカンバイ。練習したいと思います。パリーグの順位です。首位のソフトバンクは3連勝、2位の日本ハムは連勝が15でストップし、両チームのゲーム差。まだ行け聞け聞かす Yeah, you look like a Noah's thing I do About a thank you。 ブリックスなどの言葉はもう古いのかもしれません。こちら、ウィさんからです。はい。成長が期待される国々の略称としてブリックス、あるいはネクストイレブンといった言葉が使われてきましたが、最近新たに誕生したのがベロシティ12です。一体どこの国を指すんでしょうか。生みの親にその特徴を聞いてきました。ベロシティ12という言葉を生み出したのはアメリカの大手広告代理店です。 Then it became rather less useful. Russia, for instance, dropped out of BRIC. Brazil started to have problems. But there are also other countries that were important that weren't mentioned by BRIC. Something missing, and what was missing was consumption as a way of looking at the growth of future markets. Velocity とは速度のこと。 Velocity 12とは新たな中流層が急激に拡大することで成長が見込めるナイジェリアやミャンマー、パキスタンなどの12カ国を指します。 I think that's one of the most exciting things about the V12, which is the emancipation of women. So education is driving itMore and more women are completing a full education, and that's giving them access to the workforce. More and more are joining the workforce. 女性の社会進出が成長の原動力となるほか、ハラルといったイスラム教徒の習慣にも対応したサービスや商品のニーズが増えるといいます。果たしてベロシティ12は世界経済の新たな牽引役となれるでしょうか。アメリカの街があるモンスターであふれ返っているようです。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れに。キリッとした夏の味に変わりました。四季で変わる美味しさ、イエモン。高木先生、130を超えると130、血圧高めなんです。そこでごまおいしさ。うまい、これでみんなも喜ぶことだろう。さあ130を超えたら始めましょう。サントリー特保ごま麦茶。あのね、結局のところ問題を解決するためにはこの判断に基づいて、協議をして問題を解決するということになります。中国はフィリピンに対して、経済的な支援を手こに。ランナーを一塁に置き、4番中田。第14号ツーランホームラン。中田のプロ通算150号メモリアルアーチで逆転します。しかしその後リードを奪われ迎えた9回、ツーアウトながら三塁一塁と一打同点のチャンス。ここでバッターは大谷。
サーゴロ。あと1本が出なかった日本ハム、連勝は15でトップです。さあ今夜最もエキサイティングになったのはどこ？そうブルーライト横浜。プレーボール。最高気温32度まで上がった今日、夏男筒香が打った。大きい。どこまで行った？看板直撃。しかしまだ物足りないと7回にはまだまだ大きな当たり。さあ今度はどこ行った？消えた。そう場外。2打席連続の特大ホームラン。このホームランに触発されたのはホセロペス。9回裏同点の場面。サヨナラーと来日初のサヨナラホームラン。暑い夜はシャワーでクールダウン。連敗ストップです。長野オリンピックスタジアムで行われたヤクルト対阪神。主役は阪神のドラフト1位ルーキーの高橋として頑張りたいなと思ってます。この次からのオールスターでもスーパールーキー高山に期待です。さあ皆さん、広島新井のこのシーン覚えておいてください。第1打席なかなかと上った打球、スタンドインを見事。するとなんとなく先ほどと雰囲気が似てる。打った。まさかリプレイを見てるかのような一発。もはや止められない男。さあ、半期待の3本目はなるのか。ありがとうございます。15でいいのですから。15でいいのほとんどですから。大丈夫でいいと思います。芸能人弱音宣言。続いてはめったにバラエティたりするなど社会問題になりつつあります。ポケモン GO は日本を含めて他の国でも近日中に配信予定となっています。さて今日のマーケット、一時取引時間中の最高値を上回って推移しています。現在の値です。ダウ平均株価、現在は少し上値が重くなってきていました。現在80ドルほど上昇しています。 S&P500 も昨日つけた最高値をさらに上回る動きです。為替です。こちらは一気に円安方向に為替は動いています。104円半ば。罪に問われた法廷でその心中を吐露していました。自由に使えるお金がなく、目の前のお金が欲しかった。遊ぶものではなくなってきているんですよね。さてこの後はトレンド卵です。調理器具に革命が起きるでしょうか。こんなに安くなことない。